元気の良さそうなお友達がいっぱいいるね。じゃあみんな本当に元気があるのか、ご挨拶の声で聞いてみたいと思います。皆さんこんにちは。すごい元気いっぱいだね。さあ今日は少し肌寒いけれども、みんな元気いっぱい遊びに来てくれてどうもありがとうございます。さあ神戸ハーバーランド海へでは、本日も素敵なお買い物で楽しんでいただいたり、こうやってイベントに参加して楽しく過ごしていただくことができます。この後も皆さんたっぷりと楽しい思い出作ってくださいね。さあ今からみんなにこちら機関車トーマス絵本列車で遊ぼうの絵本の読み聞かせをしたいと思います。じゃあみんなに聞いてみましょう。トーマスのことが好きなお友達手を挙げて。はーい、おーすごいすごいすごい。じゃあ絵本好きなお友達手を挙げて。はーい、すごい、みんなすごいね。じゃあこの後どうかな、ちゃんと座って、それから立ち上がったりふざけたりしないでちゃんと座って見れますか。じゃあ見れるお友達元気いっぱい手を挙げて。はーい、よーし。じゃあみんなお約束守ってくれたので早速始めていきましょう。じゃあみんなにお届けするのはこの機関車トーマスの絵本の中から、トーマスと列車です。あ、トーマスの列車です。さあそれでは行きましょう。始まり始まり。トーマスは客車の入れ替えばかりさせるのが面白くありません。そんなトーマスに仲間の機関車たちは言います。君は慌てん坊だから今にきっと失敗するよ。トーマスはそう言われるたびに悔しくてたまりません。よし、今に見ていろよ。ある晩のことです。機関庫にはヘンリーとトーマスしかいませんでした。ヘンリーは調子が悪くて、いくら修理をしても少しも良くなりません。ヘンリーは明日の朝一番の列車を引くことになっているのです。もしこのままヘンリーが治らなかったら、僕が列車を引けるかもしれないぞ。次の朝、トーマスはいつものようにヘンリーが引く客車を集めに出かけました。早く早く、トーマスは客車をせき立てました。まだ時間はたっぷりあるじゃない。客車たちはブツブツ言っています。トーマスが客車をプラットホームに連れてきました。トーマスは今すぐこの列車を引いて走ってみたくてたまりません。でも機関士に慌てるなと止められました。お客も乗り込み、出発の用意ができました。ところが肝心のヘンリーが現れません。トーマスはますます興奮してきました。どうしたのかと太っちょの重役が様子を見に来ました。そして駅長や車掌からヘンリーのことを聞きました。別の機関車があるだろう。トーマスしかいないのです。それならトーマス、君が引きたまえ。さあ急いで。トーマスは大喜びで列車の前に着きました。慌てるんじゃないよ、準備ができるまで待つんだよ。機関士が言いましたが、トーマスは聞いていませんでした。一体どうしたことでしょう。突然トーマスが客車を置いてきぼりにして走り出しました。トーマスを列車につなぎ忘れたのでしょうか、トーマスが慌てすぎたのでしょうか、それとも機関士が間違ってレバーを引いたのでしょうか。みんなは驚いて大声を上げ手を振りましたが、トーマスは気がつきません。僕がかっこいいからみんな手を振ってるんだね。なんだ、列車を引くなんてヘンリーが言うほど難しいことじゃないや。さあどんどん行くぞ。
トーマスはゴードンになったつもりで走っていきました。トーマスが信号所に差し掛かると信号係が窓から手を振って何か叫んでいます。僕に挨拶してるよ。何しろ僕が列車を引っ張るのを初めて見るんだからね。手を振るのも当たり前さ。ピッピー、ありがとう。トーマスはいい気持ちで走っていきました。ところが赤信号が見えてきました。止まるのか。信号って厄介なやつだよ。トーマスは仕方なく止まりました。信号係が走ってきました。トーマス、何をしてるんだい。列車を引いてるのさ。ほら。トーマスは得意になって言いました。客車はどこだい。そう言われてトーマスは振り返りました。どうしよう、客車を駅に忘れてきちゃった。そうだろ、早く引き返すんだ。かわいそうにトーマスはすっかりしょげて今にも泣き出しそうになりました。駅ではお客たちが大騒ぎです。なんてひどい鉄道だとみんなが太っちょの重役や駅員に文句を言っていました。そこにしょげ返ったトーマスが戻ってきたのです。泣き出しそうなトーマスを見るとかわいそうになってもう誰も何も言えません。駅員がトーマスを列車につなぎました。そして今度こそトーマスは列車を引いて走ったのです。それからしばらくの間仲間の機関車たちはトーマスを見るたびに、ほーら客車を忘れたトーマスだよと笑ったのでした。おしまい。はい、まずは一つ目、トーマスの列車のお話でした。ありがとうございます。さあどうだったかな、楽しかった人。はい、ありがとう。